も今日だってこんばんティーティーパムちゃんしんどいってほんとアイディアマンだと思うよまあ、マジか勝たん。あ、マサだね。マサ元気にしてる？寂しいよ最近。ヨギボーの足が、そうヨギボーね、変わらんよ、変わらんヨギボー。あつ森久々に開いたらデータ移行間違えた、全部データ消えた。待って、それはめっちゃショックのやつじゃん。それもショックすぎて私だったらもうやり直せない一瞬を強く噛み締めたら。あ、たけしこんばんは。入れて今日ほんとごめん、なんで謝る、謝んないで。初期住民のリセマラ10回超えてて、なんだリセマラって。でもやだ、そんな私無理だ。もしゲームリセットされたらもう絶対やれないかも、めげちゃう。こんばんは、ありがとうぎゅっちゃん。カレさんこんばんは、いらっしゃい。どんな、もしゃもこんばんは。未開拓の地になりました。いやいやいや、泣いちゃう泣いちゃう。僕らの声が鳴り止むことはない。4年生だから何かとバタバタだけど元気してみようって。あ、よかった。まあ、さもう4年生なのか。まあ、さそっか、4年生だ。結構、え、どうするの、どうなるの。あ、でも就職決まってるんだっけ。トークできなかった。え、なんで、やだ、謝ってほしくないトークできる時が嬉しいから。ちょっとしたハプニングあったけどありがとうねーって。いや、こちらこそ。今夜足面に KPOT、 なんやなんや KPOT だ、KPOT ってなんや。乾杯乾杯、違うかな。流れ山こんばんは、いらっしゃい。ヌージこんばんは、いらっしゃい。会いたい、モス会いたい。モスさんどう、調子は。準備 OK、 君をぶち上げる。最善も候補も声聞かせて。大宮行きたいのはもちろんだけど、アイドルに出る対バンも行きたい。いや本当にまさにライブ見てほしくて、やばい、早くライブしたい。乾杯オンライントークのことか。オッケーオッケー、いいね。もう本当に乾杯キャラになってるね。あつ森のデータ消えた時の僕、いやもう、あ、わかるわ。でもなんかそのその笑い、謝らせてくれ。やだー、謝んないで。進路は秋頃に決まる予定。あ、そうなのか、そっかそっか。多分大丈夫、大丈夫だよ、マサは大丈夫。頑張れ、忙しいと思うけど。大事な最後を見せるから、君がいてくれるなら共に歌おう。どうも、昼の配信で渡辺氏がシマウマのような顔をする。本当鳥肌。あやさんの絵は本当に鳥肌立つ。今日お昼はね、公式配信メンバーとやって絵しりとりやりました。今日も見てくださった方ありがとうございます。毎週いろんなねゲームとかなんかいろいろやってるのでよかった。みんな来てね。みんなうちに大人っぽさました。本当に？え、ほんと嬉しい。夕方雨降ってたからももちゃんと叫んだ、はーいって帰ってきて楽しかった。パムちゃん妄想しないで、パムちゃん。今はによりも、もう、うん、今話すたび夢叶えたらって思い強まる。うん、だってさ、もし回収火曜は大切な時間。そうだね、そうだけどさ、でもやだ、謝らないで。公式入ったら謎の生物で笑った。やばい、あれはもうめっちゃ鳥肌立った。ハートありがとう、センキュー。いつかは終わる儚いストーリー、どれだけ伝わるの。
つもりの初期設定やって好きなキャラじゃないからデータ消してやり直すの繰り返しきつい。初期設定やって好きなキャラでデータ消え、でもさすごい諦めないところがすごいわ。何よりも、あ、何よりもってたのか。公式やってることまだ寝てたからなって。何時まで寝てんだ流山。あ、戻ってきたんだ流山。ちょっと白 T シャツに印刷したら面白そうだと思ったよって。白 T シャツに印刷したら何を。カタキハート100個ありがとう。ヨギボー生活続いてると思うけどやっぱヨギボーって優秀なん。優秀優秀。いつもね私倒れ込むんだけどここに、あのね受け止めてくれる、いつでもいつでも受け止めてくれる。分かった、もう謝んない。うん、よき歌だってなぶちねー。偶像ね、今日りなりさんにさ今ライブで何歌いたいって言われて、偶像モーメンツって言った。あやさんはアイールって言ってた。朝が来る前に世界が。もうこうなったらいや絶対行かねえ。いや強い強い素晴らしい。シマヤマ的な何か。無理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 です。少しは回数上がったかしら。あ、忘れてたそれ。上がった。ヨギボみたいになりたい。どういうこと。ふにゃふにゃ。あ、包容力ある。トークできなかったけど配信見えたかしら。ありがとう。よかった、お疲れ様。今日もどちらも履かない。あつ森のくだりをツイートしたんでそれ見れば理解できる。ネタみたいなうちです。え、どういうこと。もーちゃん体調大丈夫って。うん大丈夫、ありがとう。まさは元気だよ元気。ライブ会場で動き回る偶像みたい。うわー最高最高。ライブ会場広いからさ、偶像モーメンツのあのさ移動がねもうね本当に見せ場なんだけど、でもすんごいね、会場によってさバミリが違うからさ大変。結構めっちゃ早歩き。もーちゃんのヤギボになりたい。これこのヤギボ、頭かに早く会いたいね。本当にでも会えてよかったよ本当にさ。本気で甘やかせるだけじゃなく今のがいいんですよ。うん、ありがとうね。ユギボー先輩の包容力はほんと前世でどんだけ得積んだよってる。でもないつものユギボーの使い方見せてあげようか。ほんとにやるね、いつもやってんの。こう、こう、いつもの私の使い方こう。だから多分だんだん平べったくなってる。上からね、上からねボスってやんの。いいでしょ。シャカモの全部受け取れます。ヨギボタケシいいね。ヨギボタケシ、ゆくんこんばんは。こんばんは。データ消えたショックでトークポート参加しました。それはいいね、トークポートでモチベを上げよう。ほんのパフォーマンス早く見たい、嬉しい。会えてよかった、親のセリフ。いや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 、ほんのセリフ。あの移動は映像見てても大変そう。そう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 、なんかあれだよね、団体行動みたいな。一人暮らし感出てる出てる。本当にいつもそう。どんまりのキャラクターの感で好きなキャラ当てたから久々に集まり開いた。あ、なるほどね。そしたら消えてた、マジショック。ヨギボー先輩羨ましい。羨ましい。ヨギボー先輩背中開いてるやん。そこのお洋服可愛いんだよ、後ろが背中開いてるしリボンがついてて可愛いさ。
よく気づいたな、トシティ。見えた？そのカード買ったからの一連の流れをツイートしました。あ、そうなの？ユギボーさん、ちょっと場所変わってください。ユギボーさん、チューロこんばんは。いらっしゃい。チューロ。この間話したのゆっくり探すわ。ありがとう。トントンバンタン。ワンワン、ワンワンワン、ビリーマイス。帰ってきた時の開放感を感じた。そう、いつも本当にそう。そのままこう真正面からボンってやって、で、こうなんか眠るか、携帯いじるか。でもいつもそう、飛び込んでる。ゆくん、ごちそうありがとう。ヤギボーズダイブするもんもかわいいかよ。お世話になってます、ヤギボーさん。僕の天使見つけたよ、偶然が運命に変わった瞬間だった。着眼点があれですよ。それのもも見るたびに可愛くなってるし、よし。え、そんな、今日の公式配信見たかったってチュラー。ありがとう、嬉しい、そう言ってもらえて。今日の公式配信はあやさんの映画鳥肌でした、ハイライト。絵しりとりやったんだけど、あやさんの描く絵ってね、なんかなんだろう、同じ、なんて言うんだろう、なんか反数してるものが多い。なんて言うんだろう、なんかさ、線が、同じ線がいっぱいあったり、集合体みたいに点がいっぱいあったり、なんか同じものがいっぱいあって、なんか鳥肌立つんだよね。そう、絵しりとりやると一個は鳥肌立つ絵をね、あやさん描くんだよ。模様？柄？とか、あとは普通に可愛いのは可愛いんだけど、背中が丸く開いてる。スクショしてました。え、嘘。スクショした、ここ、早く会いたいわって、もっとたくさんの時間を過ごしたさ。そうだよね、ね、ユニバーサル2000マラ、ね、2000マラって何？フリート見てた思うけど、一人暮らし満喫してる。うん、満喫してる。でもね、毎日テレビが勝手につくんだよ、マサ。お前ルバティサインありがとう。あーね、あれめっちゃいい感じに、ありがとうね、やらせてくれて。黒系のリボン可愛い。そうそうそう、結構ね、でかリボンなんだよね。そう、私バック、後ろ、お洋服の後ろが可愛い服が好きで、後ろにリボンある服とか、そういうの結構好き。もちゃんに甘えたいって、おいでー、もうさ、おいでー、かゆなさこんばんは。いらっしゃい。公式2分見てた。え、そうなん、ありがとう。スクショを回してください。なんやなんや、それは。あ、リセットマラソンっていうのか。鉄夫って言ってるし、てっちゃん好き好き大好き、やっぱ好き。エシリトリの初暗射すごい恨んでる人です。何卒、絵が苦手なだけって。あ、そうなんだ。いや、マサとやりたいわ。同時進行で渡辺氏の配信聞ける。あれ、そうなの、流れもすごい。2個生きて聞いてくれてるの。おだけ、ありがとう。今日もありがとう。チュートリアルのガチャとかでいいキャラ出るまで、あ、そんなこと言うのか。オッケーオッケー、ありがとう。伸びるか見つめる私。ゆが、おはよう。おはよう。テンション、前は桃が可愛いから後ろは服が可愛い。うまいこと言いよる。今日も小さく開いてるだけでパッと見よくわかりません。見たいかい、みんな、私の今日の、本日のシャーカーのコーデ。ちょっとここに置くの。あっ、うまくいった。
このお洋服。それだけ。おいしょ。ごめん揺らした。なんかにサインお願いするかも。え、嬉しい。書きたい。起きたら公式終わってたって。あれまーい。十五分ありがとう。そろそろ終わりにするね。エシリトリ初出、桜井が初出勤その日やった。あ、そうなんだ。やりたい。エシリトリ決まった時間に着くな。タイマー機能が作動してるだけだろうけど、違うんで。しかも最近になってなの。最近になってテレビが毎日勝手につくようになったの。誰か住んでるかもしれん。新しい島の名前どうしよう。鉄尾島。あ、こじかちゃんこんばんは。インクこんばんは。リボンかわいい。そうだろう。そう、このお洋服かわいいでしょ。向こうのコメントでもっちゃーが集合体恐怖症なんだって意見が流れてきた。もっちゃー私のことかわいいな。え、誰言ったの。あやさんの配信で誰か私のさあこと言ったでしょ。あやさんの集合体の 絵が無理ですって誰か言ったでしょ。誰かチクったでしょ。あやさんに直接言ってるけど今日も直接言ってる。失礼だよね。見せ方かわいい。方見えた。ちょっとわかんない。自分が後ろ向いちゃうとさ画面見えないから見えてるかわかんなくて。動画にした。またね。ありがとう。サイン頼みたいなる。え、書きたい書きたい書きたい。生誕の待ち時間にバイナッツ聞いてる時に登場して。あ、ねえねえ、すごいタイミング。何にサイン書きたい。持ち歩くものはやっぱいいよね。鉄尾島は逆か。なんでよ。いいや、ちょっとランキング読みます。13位もスタン。12位西岡すみこ。11位たまちゃん。10位まーくん。9位ゆっくん。8位まさ。7位しょうゆう。6位よっしー。7位流れ山。6位たけち。あれ、5位のぶじ。4位まめもやし。3位ゆっくん。2位あきよし。1位かずけん。ありがとう。なんか今数字バグった数字バグったけどちょっと。ありがとう。また明日配信する。明日は公式も配信する。今日もありがとう。